その方がいらっしゃいます、はい、あと3日ぐらい現役 AKB です。ああギリギリ、なんかすごいなんかさ画面がね今ね確かにこの画面の内容がエンジョイカラオケライフみたいな感じなんですよそれのカラオケをやってるあの映像がね流れてるから、画面でかいね。そうなの、すっごいなんかパリピみたいな感じで見えるかもしれないんですけど、私たちは派手にやってないんで、はいはい、ただちょっとこの背景に関しては私がすごい同化している。髪色も洋服もなんか全部でもマッチしてるよ、ね、合ってる。嬉しいのか分かんないね、壁に合ってるって壁のデザインね、壁のデザインね。こんばんは、急に暗くなりました。どうもどうも今日はねちょっと今お二人でいるので15分だけの配信にさせていただきます。あと数日 AKB の方二人の配信も最後なんじゃないでしょうか。確かに700回、アビスウォークさん700回目の方もありがとうございます。すごい、すごい、ありがとうすごい、かわいいがいっぱい、ありがとうございます。ね、いつかもあともうちょっとで卒業だし、私も1ヶ月切ってるしね。ね、あっという間だよきっと。だよね、絶対、だってさ、1月入ったら私3週間なんですよ、21日だから。そうだよね、あっという間なんです。会議の日ですよ。そうなんです。会議から6年ってこと、7年6年かな、6年、まあ、6年、6年か。いやなんか6年ってね、ね、長い、長かった、なんとも言えないよね。あっという間と言われればさ、確かにそうなの、6年も経ってたんだ、うん、感じはするけど。あーでも6年経ってたんだね、あの人やばいよね。うん、やばい、それ考えたらやばい、うん、18歳でした。そうだよね、本当に若かったな、若かったな、ね、本当にね、真帆は10周年までいるかな、ドラさんいる、あと4年でしょ、あと4年、28か、28だね、うん、いるかいや、どうだろう真帆の28ゲームやってるかな。だでもさ、やっててもさ、うん、一番先輩になってる可能性もあるよね。ある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 、やってる可能性もある。わー、なんかパワーきた、すごい、これ正月のやつじゃん、早松さん、ゆく年来る年パワーが、正月の曲聴いたから、確かに意味わかんないですよね意味わかんないと思うんですけど、あの私たち街で、そうなんです、街で正月の歌を先ほど聴きまして、はい、もう気分は年明けました。うん、年明けちゃったマジでパワーありがとうね、嬉しいです。そう、なんか画面のエフェクトかっていうぐらいなんかカラーがついてるけど、こっちなんだよ。そっか、確かにね、ミラーボール回ってんのかと。こんばんは。白く見える。ね、なんでだろう。明けおめえだって。明けおめえ。今日現代じゃないです。この二人でやってると現代の取材あった風に見えますよ。あ、確かに。もう。そう、もう終わりなんです実は。多分私も終わりだよね。きっとこの前で。どうだろうね。ね、全然。あ、じゃ。でも大丈夫、うん、大丈夫じゃない、ずんちゃんとワンちゃんもう一回ぐらいかなみたいな、そうそうそう、あれまだ発売されてないね。この前さ、なんかその3人でやりましたみたいなのは載せたんですけど、メールとかに。確かに発売いつなんだろうね、私卒業後ってこと、ありえる、
ね、うん、っていう可能性もありますね。ありえるね、うん、いやでもさ、なんか この間有馬記念、はいはいはい、3日前ぐらいとかにあったじゃん、競馬かな、そう競馬でさ、うん、なんかその取材やってからそういうの結構、うん、気になりだしちゃって、まだかけてないんだけど、はいはい、ちょっとガチで興味湧いちゃって、あら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 、でなんかそう X とかでも、うん、なんか何十万が何千万でありましたっていうのを結構聞く、うん、特に今年めっちゃ情報入ってきたもん、なんかそういうの X で見て、すごいよね、うわちょっとなんか試しにかけてみればよかったって思った、やばい、記念やばすぎ、来年やってるかもしれない。私の X に流れてきたのは、うん、あの地面にひれ伏してこうなってる王子様 の写真が流れてきて、きっとこの人は大変な損失なんだろうなって、そういうの一個も見なかったって流れてきて、いくらかけたんだろうこの人っていう、ね、写真が流れてきたからかわいそうだった、もうすっごいかけたんだろう、やばいと思う、本当人生かけたんじゃない、あでもおじいちゃん競馬好きだったからその血は入ってる気がする。なるほどね、ハマったらヤバそうだな。そう、伊豆館の口から三連単とか聞いたらびっくりする。これから来年チャゲ誘っていく誘われるんだ。ですね、有馬記念うますぎ。卒業後にさ、初めてこう見かけられた場所は競馬場とかで、面白くない確かに、なんかジャケユーズ競馬場で見かけたんだけどやばい、やばすぎ、どういう気持ちなんだろう、こんな人的には嬉しいのか、ね、どうなんだろう、 そう千葉県競馬場たくさんあるんだよね、確かに、ね、それもやばいとか言われて競馬ね、かけ事は危険だよな、本当に。そうだよね、うん、その余裕があったらやるけど、なかったらやる、ね、なんかもう決まった額しか持ってかないとかね、もう確かにキャッシュカードとかも全部置いて家に、確かにもう全てどうしようもないみたいな、負けても勝ってもこれしかないっていう状態、それしかない、ね、一個いいのは、私そういう系のカードとか、うん、ペイペイとか全く何も持ってないから、うん、あ、そうなんだっけ、うん、あ、そうなんだ、そうダメって、おうおう、23歳ダメって言われてる、ダメって言われてんの、いや作ってもいいと思うんだけど、うん、あんまそういうの作り方わかんないのがめんどくさいのと、うん、なくても生活はできるから、だから全部現金でやってて、うんうんうん、でも今後は多分キャッシュレスだからさ、うん、確かにね、やばいだね、確かにね、そうなんだ、何？あえーが久しぶりに聞いたんだ。私そんなによく言ってるイメージある、そのリアクション。あれも言ってるか。イメージあるか。本当に。すごい普段から騒がしい女だそれじゃあ。やめて荒らさないでくださいコメント。誇張しすぎじゃないちょっと。本当だよ。これそれなきゃ。あ、ちなみに皆さん明日は私吉政さんライブなのでよろしくお願いします。場所は、場所は六本木クラップスです。お、今回六本木なんですよ。素敵、今まで渋谷だったんだけど、ね、イルミネーションまだやってるかな、うわあるかな、ね、すっごいクリスマスがすごい人だったらしいよ。なんかそうじゃない時にこの前六本木行ったんだけど、もう人混みすぎて、マジ？もうなんかイルミより絶対電気より人の方が多いんじゃないかくらい走っていった。海もう人人人みたいな。かそんな見たいのかイルミネーション。ね。まあね、綺麗ですけどね。行きます。ありがとうございます。配信チケットはそうまだ残ってるので。配信ね、ぜひ見てほしいなっていうのと、うん、まあなんか頑張りますね、私も明日頑張ってほしい、ファイティーン、あ、なんか来た業務連絡、頑張ります。お腹空くよね、今とても空腹、そういう時間全然食べてないんだって今日、いや、食べたよ昼、がっつり食べた
だけで、でもそっから食べてないんでしょ。夜食べて卵を焼いて、うん、昆布、米と、うん、食べたんだけど、ね、体に良さそう。そう、やば、なんか自分でね、これおすすめコメントにサウナ行きたいってやってるんですけど、うん、今パッて見てすっごいサウナ行きたくなった。サウナ行きたい、私。行きたいよね、うん、私ね、行きたい。しばらく行ってなくないじゃんけ。行ってないんです。一時期さ、もう週2、週3ぐらいで行ってたんだけど、めっちゃ行ってたよね。そう、インスタ更新するたびに。そうなん、全部サウナだったんだけど、マジで最近行けてないんですよ。行ってないよね。行きたいのに。私も行きたい。なんかね、休みがあってで、行けるタイミングに大体髪染め立てとかで痛むから嫌だとか、そうだよね、そういうので重なって、ブリーチだから余計にね、嫌じゃないってみんななんかったりするよね。あ、青髪になったんだねってみんな言っててさ、翌日になったらサウナでめっちゃ色抜けて、もう青じゃないみたいな。サウナ絶対抜けるよね、はい、色。なので私は我慢しました。しかし、もう本当に汗を流したいので、もう近々行かないとね、無理です。行きたかった、私も行きたかった。もう行けない人みたいな。何で通して死ぬんですか。もう行けないの、悲しい。29までに行きたかったってだけで。言葉が足りなかったね。明後日とか、明後日とか行けないんですか。明後日行けない、もうなんかもうパンパン、パンパン。よっしゃーね、練習もしなきゃ。やっぱ小庭さん、熊さん、でもね、うん、なんかこのポジションもやっぱチャケと絡みが一番多いから、うん、それが楽しいよね。そうなんですよ、久しぶりですからね。嬉しい、このぐらいでしょ。うん、卒業したらめちゃくちゃ行きましょうってコメントが来てますね。行きます、行きます、行きます。2人でも行きます、うん、そうね、整っていようと思います。行きたいと思います。いや、私年内絶対行きたいな。サウナ締めしないと。やっぱ30とか31とか行ってくる。確かに。とか29の前とか。確かに、めっちゃ行かなそう。ごめん、前に29の前行かないね。行けて28かな。そうね、ちょっと行きたいところがあるんですよ今。そう、ちょっとね、ここじゃ言えないんです。皆さん、まだここじゃ言えないんです。言えないんですけど、ちょっと行きたいところがあるので、ぜひ一緒に行きませんかという、後で詳細を、私、はい、詳細をお伝えする。どこでも。ちょっとね、そう、行きたいんです。行きたい。ここじゃ言えないんですけど、私もチャケット行きたい、私いっぱい。あ、ここじゃ言えない、やっぱり。あら、言える。あらあら、ビュッフェとか。ビュッフェ、あの、行こうよ。アフーンとかさ、食べる系行こう。本当に行きたいね。マジで行きたい。焼肉。あー、焼肉焼かさそう。フレームアウトです。ユッケが食べたい。あー、行きたい。ユッケー、ユッケ、ユッケコールしたいぐらい。本当に今ユッケ食べたいね。本当に焼肉行きたい。あー、いいね。いい焼肉に行きましょう。また行きたい ね、 ね、本当に。美味しい肉は食べたいね。美味しい肉が食べたい、うん、肉はね、肉だけじゃ太んないから、私は卒業公演前でも行きますよ、うん、1月に行きましょう。すぐ1月絶対行く。そうね、新年会焼肉でいいかもね。確かにね。そう、真帆、そう、真帆とね、今3人で新年会の計画してるんです。絶対行こうって。そうなんです。さすがにお酒飲もうかなと。お、いいですね。なんかさ、うん、なんかさ、ちゃんとさ、うん、本当にずっと飲んでないからさ、ちゃんと酔ってみたい。あ、どうなっちゃうかな。翌日大丈夫な時にね。そうだ、翌日なんもない時、うん、あの、そのちゃんと酔ってみたい発言を多分真帆の前にするとやばいんで、ここだけで留めといて。とりあえず頼むは頼むけど、今の発言はここだけで。そうだね。ありがとうございます。969日、15分経ちました、うん、すいませんね、今日ちょっとね、バタバタしている状態なので、2人配信スクショタイムしときます、うん。
はい、ありがとうございます。ありがとう。はい、ということでちょっとねマジでね本当に15分だけの配信になっちゃったんですけど、私たちは今外にいるので帰んなきゃいけないのでね、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうね、みんな急に始めたのにね。こちらこそすごい片言だ日本語誕生読みますね。13位ムーさん、ありがとうございます。12位桜の友達さん、ありがとうございます。11位トットさん、ありがとうございます。10位ペイント猫さん、ありがとうございます。9位豊さん、ありがとうございます。8位ナベトラさん、ありがとうございます。7位レインボーさん、ありがとうございます。6位ハーブのダーメさん、ありがとうございます。5位トッポギさん、ありがとうございます。4位ヤンさん、ありがとうございます。3位小次郎さん、ありがとうございます。2位キュウリアさん、ありがとうございます。そして1位はワイマツさんでした。タワーもありがとうございます。ありがとうね。明日吉正さんライブよろしくお願いします。頑張ります。頑張る、イエーイバイバーイ、じゃあねー、バイ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 、頑張り